校女子制度を維持すべきであるかないかです。あっちの意見を潰します。声を大きく。健康序列制度を維持し、給料生活を安定させることで転職を防ぐことができる。この2位の会社の将来性が不安であることイコール安定性を求めるということがありますが、この資料がありますか。いただきいこうと思います。年功序列制度においては勤続年数が増すほど職位とともに給料が増す、ということになります。法廷側が言ったの、なんか企業側の視点のみで不十分。もうだらだらと残業する社員を、非積極的と積極的の違いはどこにあるのでしょうか。必要のない残業、明日やれば運営。短い10分とか、2分の間に皆さんの脳細胞はすごい回転してこれだこれだっていう風に、やってたと思う。